腰を上げましてやっていこうかと思います。今日はね、NX80 パンフォーカスで、ピントを気にしなくても長回ししてもね、いいやつを、しかもピンマイクもなしで、そっちについてくれる、まあ、外部マイクで撮っているので、ここね、ちょうどシャッターなんですけど、これ、はい、このようにね、もうすぐ隣が歩行線で、日曜日の今何時、10時40分ということで交通量が多いんでね、車のことがザーザーしておりますけども、今日取り付けていく商品がこちらっつっても画角が狭いから見えてないのでちょっと移動します。はい、こちらになります。もうね出してますけども、 DRD で ギャルソンの LED、ピラーイルミネーション、GE047、こちらになります。はい、で一つの箱に2つ2セットで1セットですね。2セットで1セット、おかしいな。2個で1セット。うん。が1箱です。で、よいしょ。これ、イルミネーション2メインユニット。これが、まあ、ないと色を変えれないということで、まあ、後でちょっとお店、あるかな？行ってくるかな？まあ、こんな感じで、メインユニットに4つ配線くっつければ、あとリモコンがついて、まあ、色変えたりできますと。で、これがなくても、よいしょ。こいつね。これから線があって、シガーソケットから取る電源線もあるらしいんですけれど、シガーソケットから電源を取っちゃうと、色が白、固定と。で、は、アルファードなので、ピラーがね、A、B、C、D と、うん、あるわけですよ。よいしょ。上げますか。よいしょ。顔にピン来てる、顔にピン来なくてもいいんだけど。で、まあもちろんね、A ピラーは斜めなので邪魔なのと、運転席、助手席があるのがちょうど B ピラー。B ピラーもね、ちょい微妙なので、今回は2列目の横の C、そしてここの一番最後の D、C、D。C ピラー、D ピラーにつけていこうと思っております。で、これの面白いのが、はい、説明書にピン来てるかな。一つのユニットから線が2つ出てて、なんだ、連結していけると。うん。いうのがちょっと面白い感じですね。一個ずつ電源取らなくていいので、ずっと連結していって、最後に電気取るみたいな。これはちょっと楽かなと思います。はい。で、よいしょ。これね。2個で1セット。これとこれをくっつけて、で、こいつのやつを前まで持っていき、よいしょ。さっきのこれ。こいつの、この、束ねてるところにくっつけるという感じなんですけれど、例えば、一つのピラーにしかつけない場合は、右と左につけたら、右か左から線を、まあ、天井の上通すか、下を通して、で、こっちから前に持っていかなきゃならないっていう。意外と一個っていうか、ワンセットでつける方がめんどくさいんじゃないかなっていう感じします。僕みたいに2セットでつけると、D ピラーにつけて、そのまま C ピラーにつけたら D から C で C から前に持っていくみたいな。ワンセット、ツーセットみたいな。感じ。ワンセットで買っちゃうと右左でワンセットだから、これとこれとこれをくっつけなきゃならないんですけど、二つ買っちゃうとこれとこれで、こう、この下通して、こっちにつけて、で、もう一個のやつと連結して、もう一個のやつを長く持って、フロントまで持ってって、よいしょ、メインユニットに、つなげればいいという感じでございます。で、きっと、助手席側は頑張ればいけるかいけないか、140センチと170センチらしいので、ケーブルが。でもギリだと思うので、一応エクステンションコードというね、延長コードを2つ、よいしょ、2セット買ってます。運転席の方は C から助手席まで持っていくんで、絶対足りないだろうと思って買ったんですが、万が一、
助手席、あ、助手席じゃないか。運転席の方が足りないのね。運転席から助手席持っていくんだね。俺今何喋ってる？で、助手席側から持っていくのはそのまままっすぐ助手席のグローブボックスなんで、まあ足りるかなって思ったんですけど、もし足りなければ、この線一本ごときで、なんか、中途半端に作業中断するのも腹立つので、使わなくてもいいやっていう覚悟で、まあ一本多く買っております。はい。まあ買う前にね、きっちり長さ測って買えばいいだけだったんですけど、そういうのをめんどくさがっちゃう僕でございます。はい。というわけで、だら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 いつも通り喋ってますけども、やっていこうかなと思います。はい。で、これを折り曲げて、ピラに引っ掛けるということで、まあ、どの位置で、引っ掛けようかっていうところで、折る場所のマーキングをしてね、ラジペンかなんかでギュッて折って引っ掛けるっていう感じなので、まあまあ、ちょっと軽くフィッティングをして、どの辺で曲げていこうかなと、思うんですが、見こうかなと思うんですけども、まあまあ、ここか、まあ、この辺のね、面で曲げれば、まあ、見えないかな。どうかな。ちょっとフィッティングしながらやっていきたいと思います。曲げる位置を決めたら、ラジペンで曲げていきたいと思います。カメラあっち向いてたんで。よし。はい。曲げ終わったので、今曲げてる間の画面は多分あっちは向いてるんで、カットしても置きます。曲げたので、一応仮フィッティングとして引っ掛けて、で、コードはここ。今度こっちかカメラ。みんなこれ作業しながらよく撮ってるよね。よいしょ、もっと引く？これ以上引けない？あ、これ以上引けないんだ。で、まあずっと下通って、C ピラーに行って、2つ、よいしょ、2つ曲げたので C とくっつけて、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい。途中でね、こんな感じで線が二股になってるので、後ろから来たやつをここで、こっから前に行って D から C とコードをつなげて、でさらに、運転席から、前に持っていきたいと思います。よいしょ。まあこんな感じですね。で、ずっと入れていくんですけれど、まだ本決めにしないで仮止めにしといて、これだとちょっと当たるか。跳ね上げた時に当たらない位置を一応探っとかなきゃダメですね。黒くてちょっと見えにくいと思いますけども、意外と大丈夫です。どの位置でもきっと。これ前に出た時もきっと大丈夫なんだろうな。はい。スライドの位置を前方面にした状態で跳ね上げても、意外と D ピラー、どこにも当たらないので、こいつだけ、かばすようにちょっと内側にしてやるだけで、全然どこでも大丈夫っぽいです。なので、一応、まあ、ほぼここ、決まりということで、この辺の、見えるかな？この線、ここのゴム、あとね、ここを開けると、ブチルゴムが手について黒くなるので、その辺気をつけて、配線を下這わせて、よいしょ、暗くて見えないかな。ここ行って、ここで一応、もっと下か。よいしょ。よいしょ。ね、パチンと。で、ここから中行って、ずーっと前に持っていくという感じでございます。はい。画角気にせず作業していくので、どっか見えなくなったら編集でぶち入れます。よいしょ、見えますでしょうか。ちょっとこの中汚くてごめんなさい。ここでね、
もう一個分岐するやつがあるんですけども、そのまま行かずに、このまままっすぐこっちの方のこっちの方の端子を前に持ってって、今度は C ピラーにつけて、これとドッキングさせたいと思いますが、どうしたら映るんだろうどうしたら映るのかな。よし、見えてますでしょうか。見えないかな。これで僕の車ね、カーテンついてるんで、3列目のカーテンを閉じた時にここにね、ポッチがあるんで、これにね、うまく引っかからないような位置につけたいなと思うので、ちょっとだけ考えながらつけていかなきゃならないかな。ということで、ちょっとやっていきます。はい。ちょうどね、ここ、見えねえか、カメラの角度で。こっから行って、ここのね、ウェザーストリップ通して、ずーっと下来て、よいしょ。はい、ずーっと下来て、ここ。ここまで来ました。で、こっち。これが後ろから来たやつ。で、これが今のやつ。で、ここで接続して、あとこれしかない。これしかないので、さっきの延長を使って、助手席まで持っていくという作業でございます。はい。で、念のために、ビニールテープでね、巻いといた方がいいかな。はい。ここの、ここ、あれ、どこで、こっちか。ここの蓋を、ここの爪2つ、上から、突っ込むと外れるので外して、奥から来てるやつと、上から落ちてきたやつ、D ピラーから持ってきたやつと C ピラーから今落ちてきたやつを、ここでね、ドッキングさせて、この隙間を通して、で、ここね、開きます。1、2、3、4、5、6箇所。6箇所の爪外すと、ここにね、純正の線通っているところがあるので、この中を通して、前まで持っていくという作業です。はい。よいしょ。スライドドアのところから、ここのピラーの後ろを通して、ここ、見えるかな？運転席側ね、来ました。で、もちろんここまでしか来ないので、さっきご紹介した延長コードエクステンション2メートルをつけました。はい。ここで、ようやく問題発覚です。エクステンションをつけても、このまま、運転席の、ここのパネル、あ、見えないか、を通して助手席まで行くには足りない。だから2本あるんで、もう1本エクステンションつけて助手席まで持っていくことは可能なんですが、助手席側のやつをつけると、ここで終わるってことですよね。いわゆる助手席側の今運転席ですけど。ってことは、エクステンション、もさらにもう一本必要ということがここで発覚しました。函館のスーパーオートバックスにこれの延長売ってるかな？とりあえず、ここまで来たので、まあ、もう一本あるんでエクステンションつけて、助手席の足元まで持ってって、助手席スタートする前に、日中のうちに行ってきちゃおう。が見に。で、もしなければ、とりあえず3列目、2列目までつけて、助手席側のここまで持ってきて、で、Amazon かなんかでエクステンション買って、残り、助手席から、コントローラーまでの、たった1本。後日と。コントローラーの配線だけは先にしとけば、繋いだら終了ってことになるので、まさかの事態です。2本もありゃいいべなんつったら、まさかの足りないという事件になっております。なので、とりあえずこのまま
運転席合わせて助手席まで持ってってダブルエクステンションでつなげていきたいと思います。はい、ということで運転席側から、コンソールボックスを通してもう一本あったエクステンションコードを使って延長コードを使って助手席側にコードを回しました。で、お昼ご飯食べて、今スーパーオートバックスまで買いに行ったらなんとありました。ありがとうございます。もう一本買ってきました。なので3列目の後ろ、この D ピラーにつけようと思っている方、アルベルだけじゃなくても、5ナンバー、ノアボックス、ステップワゴン系の人も多分そうだと思うんですけど、エクステンションコードは3つあってもいいかもしれないです。はい。運転席側で2つ使っちゃうんで、助手席側が足りない。ね、ということで、同じ作業を、今度助手席側、こっちね、を通していきたいと思うので、この辺は割愛したいと思います。助手席の足元のグローブボックスの下から電源取るところまで一気にワープっていうんですけども、今1時15分、どのくらいで終わるかな。はい、行ってみましょう。はい、こっからちょっとオズモポケット3になっております。マイクもつけず内蔵マイクで、あ、内蔵マイクこれカバーつけてるけど大丈夫、ちゃんと音入ってるかな。はい。で、向こうの運転席同様を、ここで決戦して、決戦っていうか、カプラーオンでね。で、このまま行って、この後ろ通って、今、助手席通って、今、よいしょ、シェアスタイルの、これ。よいしょ。ここ。見えるかな、ピンと切ってるかな。大体の人はここに何も刺さってないと思うので、ここにカチャッと刺すだけで、AC シート、バッテリーと、アース、これが取れるんだったっけ。他にもね、ルームとかあるんですけど、来てないみたいです。うん。ある、40アルファードは。なので、A の40、30。後で、ホームページ見て、何の何が来てるのか、やっときます。あと、グランド。アースはクワガタじゃなくってギボシの方が個人的に使いやすかったかな。はい。で、あとは、ここに、AC シート、グランド、つければ、あとさっきここだな。この中に、途中まで来てるやつを、があるんで、あ、やっぱり結局ここバラさなきゃダメか。バラさなくて済んだと思ったけど、運転席側から来てるやつと、今こっちね、助手席から来てるやつ。で、コントロールユニットをつけるという作業を、します。はい、ということで無事決戦してゴシャッとしてたコードをギュッと押し込んでパッと見何もない感じにしました。で、よいしょ、リモコン、これで、色変えたり、ミックスフェード、なんだパーティージャンプもろもろいろいろ変えれたりするんですけれど、 Bluetooth じゃないので赤外線なので、よいしょ、リモコンの受光部が必要だということで、見えるかな、ここ。ここ。ここに一応リモコン受光部をつけました。まあ多分、青固定なので、まあ誰かに見せたり遊んだりするとき以外は、もうブルー固定だから、もうなんかリモコンも別にいらないと思うんですが、とりあえずつけておきました。はい、位置はここでございます。はい、ということで無事に、取り付けが終わりました。で、ざっくりなんですけれど、皆さんに色が変わっていったりするのをお見せしようかなと思います。いっぱいあるんで、まあまあざっくりと、まずは、こんな黄色かな？こんな感じで少しずつ色が変わっていってるのがお分かりでなりますでしょうか。おい。よし。今度は青系、あ、グリーン系か。はい。ホワイトバランスがね、オートなので、わずかな違いはちょっと分かりにくいね。よし。濃いめのグリーン。ピンク、おい、何色だ。で、
パープル、パープルとブルーが分かんないかな、分かる？パープル、ブルーこういう感じですね。で明るさも変えれます。これ今んとこ一番、マックスなので下げていきますか。こんな感じで下げていくことが可能でございます。はい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 、はい、これがマックスかな。で、いろんなモードがあって、ジャンプ、パーティー、フェード、ミックス。ジャンプモード1回で7色、2回押すと 3色か、まあ、順番に点灯します。ということでジャンプモードとりあえず1回押します。7色がこんな感じで切り替わってるんですね。2回押すと3色らしいですね。1回押すと7色で、今は1回なので7色のこんな感じでジャンプモードなっております。で続いてパーティーモード、1回プッシュの時がパターン A、 7色が順番に点滅。2回プッシュだとパターン B で、消灯時間固定で7色が順番に点滅します。なんかいろいろ設定ができるらしいですけど、まあ、とりあえず1回押しましょう。パーティーモード、はいパーティーモードを1回押しました。7色が順番に点滅します。あ、1回消えるんだ。あ、なるほどね。はいはい、あ、なるほどなるほど、そういうことですね。でフェードモード、15色が順番に緩やかに、色が変わると。はい、こちらがフェードモードです。色が変わってるのが伝わりますでしょうか。じわーっとこう変わっておりますね。じわーっと、はい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 、なるほどなるほど、こういうことですね。で一番最後がミックスモード、4種類の点灯モードが順番に入れ替わるミックスモード。セッティングボタンで点滅スピードを8段階調整できます。あ、今のモード全部がミックスになるってことね。よし、ちょっとミックスをします。はい、ミックスモードです。うん、まあまあまあ、ちょっぴり分かりにくいっちゃ分かりにくいですが、ミックス状態で、あ、消えて、これがパーティーモードになったのかな、この下。はい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 、こんな感じですね。はい、こういう感じになっております。で色ボタンを押すと、はい、固定という感じになりました。はいはい、いかがだったでしょうか。40アルファードに、ピラーイルミネーション、取り付けた動画でございました。アンビエントライトがね、意外と、まあ、暗い40系なので、まあ明るくするにはこういう感じのパーツでね、明るくするしかないというか。30系はね、あのドアのパネルとかに、なんでしょう、間接照明みたいなね、こうアンビエントライトを、搭載した内張りパネルみたいなのがね、発売されてましたけども、40はまだなので、まあでもそのうちどこからか、発売されるであろうと思っているので、自作しないでキットが出るの待とうかなと思っております。はい、今こんな感じでね、後ろがパープルのまま固定してあります。はい、意外とオズモポケットのホワイトバランスいいね。足元のね、こう2列目の足元のやつのブルーなやつ、ちょっとダメだったので、
新しい商品が明日か明後日到着するので、到着したらちょっとね、何がダメだったとかっていう動画も撮りたいなと思っているので、そちらの方もお楽しみにしていただければなと思います。はい、というわけで、ナイトドライブが楽しくなりそうなパーツ、あ、そうそうそうなんで ACC にしたかっていう理由を喋らないで来てた気がする。いつもね、イルミネーションとかにするんですよ、僕こういう内装系のやつって。ただ今の車ってほら、自分でオンオフしないじゃないですか。オートイルミなので、曇りの日とかに車走ってて、なんていうんですか、陸橋の下とかで一瞬日陰になったりすると、一瞬だけパッてついてすぐ消えたりするじゃないですか。ということは連動にすると、室内のこれも一瞬ついて一瞬消えるとかっていう、こう、あんまりついたり消えたり、なんか車内で光が、点滅とか点灯、常時点灯ならいいんですけど、いわゆるね、なんかこう、なったりするのが、ついたり消えたりするのが嫌なので、もう ACC 連動で、日中の天気いい日もまあずっとつきっぱという状態にのセッティングにしました。はい、ということですね。はい、というわけで、ギャルソンの、デアデアデーイルミネーションピラー箱投げちゃったから忘れちゃった、キットのご紹介でございました。概要欄にね、使ったもの、一応貼っときますので、興味ある方は見てみてください。というわけで、ミヤチャンネルでございました。それでは。